ジャズ喫茶バリルラのおいちゃんです。今日は私の一番の好きなアーティストです。今日はバルネ・ウィランです。バルネ・ウィランのこちらにありますニューヨークロマンスというアルバムタイトルです。バルネ・ウィランがワンホーンでやっています。ピアノトリオを従えてやっています。ピアノはケニー・バロンですね。録音は1994年の6月です。バルネ、この翌々年、2年後ですね、2年後に亡くなります。ですのでもう最後の最後の方の LP タイトルですね。そして日本がプロデュースしたレコードなんですね。原哲夫さんというプロデューサー、もう本当に尊敬に値します。原哲夫さん、こういった、レコードをプロデュースしてるんですね。もう誇るべきプロデューサーだと思うんですね。それでバルネはベッドに寝そべってます、はい、ソプラノサックスを持って寝そべっています、はい、こちらも寝そべっています、はい、バルネのこのなんとアメリカ人のサックスプレイヤーにはない音色、フレーズ、たびたび私は申し上げてますけども、そういった彼のもう存分に今言ったことがですね、この晩年にもですねちゃんと入っています。はい、今日はですね Don't Fence Me In と Don't Fence Me In と曲なんですね。これまたミュージシャンというのはいろんな曲を教えてくれます。本当にありがたいです。 Don't Fence Me In、 コール・ポーターが作った曲なんですね。コール・ポーターが作った曲ですけども、この曲を演奏している人はいないですね。ほとんど知らないですね私は。まあ、歌ではあります、もちろんコール・ポーターなので。エラ・フィッツジェラルドがコール・ポーターソングブックで歌っていますし、そして有名にしたのはビン・クロスビーですね。ビン・クロスビーとアンドリュー・シスターズが歌っているのがあります。1944年の、ミュージカルの曲なんですね。ハリウッド玉手箱という、ハリウッドカンティーンですかね、ハリウッド玉手箱というタイトルの中の挿入曲が Don't Fence Me In なんですね。本当に、こちらが落ち着く、もう素晴らしいメロディーを持った曲なんですね。どこからこういうのを、探してくるのか、本当に、尊敬します。もう言うことはありませんので、バルネのですね、テナーサックスをですね聴いてください。録音はバンゲルダースタジオでやってますので、イングルウッドのルディ・バンゲルダーが録音しています。はい、ではバルネ・ウィラン Don't Fence Me In をお聴きください。ジャズはいいよ。
Thank you.
Thank you.